終わったらダルセーニョでそのまま、フィーネの方まで、コーダ入ってフィーネって感じで行ってください。行きましょう。41から1、2、3、はい。ここ、あの、速くっていうのはスピードを速く。ティータ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 と弾きます。で、もっと、あの、欲を言うと、ジャズの場合は、3連符、あの、この場合のタンタタンタっていうリズムの場合、クラシックだと、頭が虚拍になって、後ろの短い音が弱拍になりますよね。タンタ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 ってなんですけど、ジャズの場合は、ティータティータ
ティタティタティタトゥタトゥタと振ります。戻す時のスピードを速く、なるべくダウンをじっくり待って、タッというのは速く大きく使うと、リタタタと振ります。で、頭の中で取ってるリズムは、これを必ず取ってる。そうしないと、戻す、このティタと戻すところが3連符の3つ目なので、タッ、タッタッタッタ、3連符の2つを伸ばして3つ目で戻す。頭の中でティティタ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 と思ってないと戻すタイミングを意識するので、そこは頭の中でルルダ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 と思いながらリーダ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 と弾きます。ちょっとそれを頭に思い浮かべながらやりましょう。言います。ワン、ツー、スリー、フォー。じゃあ2拍、タタ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 、2拍歌ってみましょう。ワン、ツー、サン、はい。するというイメージかな。やめて。ここで3連符を2拍弾いて、で3拍目で返すというイメージ。こういうことです。